ウィリアム・クランチ、ボンド・ウィリアム・クランチ・ボンドは、アメリカ合衆国の19世紀初めの天文学者で、ある、ハーバード大学天文台の初代の大長を務めた。メイン州のファルマスに生まれた。父親は、時計製造を始め、ボンドも15歳で、初めて時計を作り、父親の後を継いで、一流の時計製造者になった。17歳の時に1806年の日食を見て、 熱心なアマチュア天文家となり、自宅に観測所を作った。1815年ハーバード大学の養成で、ヨーロッパにわたりヨーロッパの天文台の情報を集めた。1839年、自分の観測機器を大学に移し、無給の大学職員として、天体観測を行うようになった。1843年の大水星の出現は、人々の天文への関心を高め、 ハーバード大学は天文台の建設に25,730ドルの資金を集めることができた。ボンドは現在も使われている建物と観測用の椅子を設計した。大学は当時最大のサイズの15インチのドイツ製の望遠鏡を購入した。望遠鏡は月の観測に用いられた1847年6月24日から使用が開始された。 ボンドの発見、業績には次のようなものがある。1811年の大水星を発見した。息子のジョージ・フィリップス・ボンドと土星の衛星、ヒペリオンを発見した。イギリスのウィリアム・ラッセルも独立してこの衛星を発見した。1850年にハーバード大学の望遠鏡でボンドフ氏は土星の一番内側のクレープリングを最初に観測した。 ジョン・アダムス・ウィップルと共に、ボンドフ氏は天体写真のパイオニアで、アメリカで最初の構成の写真、したのに始まり、200から300枚の天体写真を撮った。小惑星ボンディア、月のウィリアム・ボンド・クレーターなどに命名されている。ありがとうございます。